最初がね早く当たりすぎたんですよね。25とか200ぐらいで当たってるからちょっとハマってる気がするけど、本来は319分の1ですから、まあもうちょっと頑張りましょう。モノノフ X ゾーンってやつに行ってみたいな。クレアがさらわれたんだ。あー赤来た、赤来た、赤来たよ。当たって、ほらモノノフ X ゾーン来ました。グレンジャーバイブしてました今。ほら5大エースのモノノフ X ゾーン、さっきからフェイクばっかされてたけどやっと入りましたよ。赤か。洞窟の独眼竜。白文字。この正宗。あ、押せるんじゃない？ほら押せる。よっしゃー。行くっしょ。バイブバイブバイブ。あー、レールフラッシュ出ました。レールフラッシュでーす。赤文字でした。ケイソン、ルートだ。ここは我らと共に撤退を。早く行けよ。ほら、北がいる。命を惜しまえよ。バカだな。戦ってやつは負け戦くそ面白いのよ。あーもうかっこいい。ペッペッてやつがしてペッ待ちくたびれたぞ。よし、この前田刑事存分にお相手に立つ。あれがさねば一振りで10機ずつこのシアリのサビにしてくれようぞ。かっこいいね、男だよね、これぞ本当の男ですよ。あ、銀刑事押すよ。やりましたいやーバイブバイブブーブー。よし、466、これを続かせましょう。やっぱモノノフ X、 あれは熱いですね。
戦います。まだ刑事だ、門を閉めろ。はいよー、参るぞ。バスやめ、ゆっくりかな。おーで、カットインも、おーもうこんなにあるよ。やりました、やった、やった、来たよ。バーン、ドカーン、すげー、すごい。ネルフラッシュもね、ピッカピカ、突破嬉しい。さあ、天下無双ボーナス、やったー。バカめ、我らはおとりを。何、やだ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 、守れ。悪軍が勝てば戦モード継続で、お願いしますよ、継続。撃て、またもう終わっちゃったよ。2勝3900、なんだろう、1個増えただけ。左打ちに戻すんだ。続くぞと思ったんですけどね、ダメでした。もうけど終わりまでにもう一回当てます、頑張ります。いやマジで全然続かせられない。けど2箱にはなりました、2勝で。ご報告遅れましたけどもですね、私あの今年の1月に、出産をしまして、無事にあの元気な男の子を出産しました。ありがとうございます。それで1年ぐらいかな、ちょっとお休みさせていただいて、これ初の動画が復帰したのはこのうちくるさんなんですね。今日が動画復帰1日目ということで、記念すべき1回目はうちくるでヤマロンがくるってやりたかったんですよ。またね、ぜひあのお仕事いただけて本当嬉しいんで、これからもちょこちょこまたうざいヤマロンを見てください。よろしくお願いします。今日は引きの強さしか取り柄がなかったのに、なんかまあ、初当たり3回引いたからちょっとは引き強いけど、その全然連チャンさせれてないので、引きの強さをなんかね息子に持ってかれたような気がしてるんですよね。でもやっぱ本当子供は可愛くて、もう今は絶賛子育て中で頑張ってるんですけど、ヤマロンがママロンになって、ママロンになっても頑張りたいなと思いますので、よろしくお願いします。からのない、あー、もののふえっくるさん、元気だ。最後に、最後に来た、待つ。
これ来るんじゃないですか。赤。岐阜郊外、直江兼次。直江さん、赤、いいよ。その囚人の兵坂東はこの戦で死んだ。このゲスが。何のことだか、わしに。そうぐるな。お、このカットインいいよ。3つあるしね。トリプルリーチ。お願いします。はいはい、よっしゃー、やったー。やばろー、明るいバカましょう。4回目、初当たり4回ですよ。これこれ続かせたい。タンタンタン、2連って来てますからね。はい、めっちゃ頑張ります。
った。集中せなかったけどね。危なかったけど、ステマルと岩部いたから、2人だったから、まあ弱い弱い。あ、やりました。直江さん、赤文字やったね。まだ刑事だ、門を閉めろ。参るぞ、忘れて。敵の伏兵に不意をつかれ、分断
された終わったけど上出来かな楽しかった。出発告知知りたかったけどけどまだ分かんないよ。100あるからね。終わった。左打ちに戻すんだ。終わりました。5連することができました。ずっと単発か2連だったからもうその中では上出来よかった。最後にね5連することできてよかったです。当たりもちょっと見せれたんで。お疲れ様でした。朝の空を見上げて今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした。はい、それ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 とかはい、実践終了しました。ご覧いただけたでしょうか。今日ですね私は、花のケージ雲の彼方にを歌うんですけども投資があれどこ行ったっけ投資が5125玉、そして回収が9949玉、こちらですね9949玉で、でということで収支がなんとプラス4824玉となりました。イエイエイ、あー楽しかった。初当たりもね4回引けましたし、よかった楽しかったです。最初も本当心の準備できる前にもうカンカンとか言ってシューキセルも出たし、いやいろんな見れましたね。けど全然単発とかばっかで全然続かなかったのでもう最後の方までちょっと投資で行ってたんですけども最後に取り戻しました。ヤマロンが来る成功ということで、1年間ぐらいですね産休っていうかあの出産をしてずっと休んでたんですけども華々しくまた復帰をできたので楽しかったです。ありがとうございました。ということでですね今日は無事勝利を終えたのでニコニコで帰りたいなと思います。これがちょうど年末の放送かなということで今年1年皆様お疲れ様でした。見てくださってありがとうございます。これからもうち来るはたくさんの人が出てですね盛り上げたいと思いますのでこれからもよろしくお願いします。どうも良いお年を。次は明けおめで会いましょう。